トルファン博物館正面地図トルファン博物館は中国新疆ウイグル自治区トルファン市にある総合博物館である。住所は市内木治南寺寺1268番地。トルファン博物館は1989年にトルファン地区の投資80万元で建てられ、1990年にはトルファン地区博物館が正式に設立され、トルファン文化遺産局に所属する。 全学出資機関である。5000平方メートルの広さに広がる4つの展示ホール、約1650平方メートルの展示ホールがある。発掘された文化遺産展示ホール、巨彩化石展示ホール、古代のミイラ展示ホールなどである。1999年、トルファン地域博物館は、新疆をウイグル自治区の愛国教育の拠点として指定。2008年3月30日、 トルファン博物館は無料で正式にオープンした。2008年6月2日に、博物館は博物館新館へ移転のため閉鎖された。2006年9月、トルファン博物館の新しい建物の建設が開始されて、2009年9月26日、新しい建物が正式に一般公開された。新しい建物のある 敷地面積は13,291.3平方メートル。展示面積は4,126平方メートルで、地上3階。北東隅には高さ56メートルの観光タワーを、敷設。新館の湾曲した外壁には、4000年間のトルファン地域の歴史を反映したレリーフが埋め込んでいる。トルファン博物館によって公開された最初の展示ホールは、 トルファン総合歴史展覧会ホールと巨細化石陳列館であった。それ以来、トルファン地区出土文書展示ホール、古戦展示ホール、何千年もの眠りトルファン地区出土のミイラと副葬品展示ホールを順次オープンしてきた。トルファン博物館の規模は、新疆ウイグル自治区の新疆ウイグル自治区博物館に次ぐもので、79の1級分解散、61の2級、 文化遺産148の3級文化遺産がある。2017年、トルファン博物館は中国博物館協会によって、第三次中国国家一級博物館リストに入れられてた。ありがとうございます。